今日から上町では医療機関での3回目のワクチン接種が始まりました。それに合わせ医師が高齢者らの自宅を訪れて接種する訪問接種も始まりました。今日から訪問接種を始めたのは上町や鹿間町で訪問診療を行っている横山院の院長横山重邦さんです。こちらの69歳の男性は。 神経の難病は辛い、手足を動かすことが困難で外出することができません横山さんは男性と介護する妻の診察を終えた後それぞれにワクチンを接種し体調に変化がないか確認しました妻は男性のそばを長時間離れることができないため横山さんの訪問接種の取り組みに感謝していましたはい、とても助かっています ちょっと動けないし、いけないので、帰ってきていただくのがとてもありがたく思っています。安心して介護できます。訪問診療を行いながらあのワクチンを接種するということは、患者さんご自身だけでなくて、ご家族とかあとは地域社会にとっても大きな意義があるものだと思っています。横山さんは、 接種会場を訪れることができない体が不自由な人でも迅速にワクチン接種を受けられるよう積極的に取り組んでいきたいとしていて担当している患者84人の接種を今月中旬までには終えたいと話していました。